まる初夏地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダー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 ジャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダーメンライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。今からおよそ1800万年前の地球には三葉虫という動物が住んでいた。よみがえる化石吸血三葉虫。その三葉虫の化石から古代の動物をよみがえらせようという研究を続けているのは志村博士である。果たして三葉虫は1800万年の眠りから覚めるであろうか。成功だ、とうとうやったぞ。この実験の成功を我々は長い間待っていたんだ。すなわち大昔地球に住んでいた生物と人間の血を吸って生きながら得る改造人間を結びつけることによって新たなる怪人を世界に送り出し世界征服の道につながらせたい。三葉虫の改造人間はザンブロンゾと名付け、明晩6時までに人間の改造を終わり、三葉虫との血液の入れ替えは深夜の2時を期して行うのだ。パパママ、ではただいまより一泊泊まりのハイキングに出発いたします。ああ、気をつけて行っておいで。あんまり走っちゃダメよ。うん、大丈夫だよ。それよりパパ、うるさいのがいないのでゆっくり研究できるのと違う？こら図星だ。一歩やられたよ。我が兄弟よ、心して聞くのだ。世界征服を願う我々の行く手を邪魔する者は全て敵であり、その命を奪うのが選び抜かれたお前の使命なのだ。いない。いなくなるなんて変だな。なくなるはずはないんだ。三葉虫など取るやつはいるわけがないんだがな。血液の入れ替え開始。君たちは誰だ？博士などがご存じない世界の人間なんです。それが、なんで私に？用があるから、お迎えに上がったんだ。早く出て行ってくれ。騒がないと、警察を呼びよ。殺すつもりはない。案内するところがあるのだ。どこへ？
一路地下にいつの間にこんな。ようこそ、志村博士。そのお気持ちはわかりますが、あなたは誘拐されたお客様であることを忘れなく。私に何の用があるんだ。これです。山陽町の化石か。この石がどうかしたというのかね。あなたのお力を借りてこの化石を生き返らせたいのだ。何のためにです。地球人類の平和を願ってです。嘘を言いたまえ。そんなことには協力できん。断れないんですよ、志村博士。夏恵。あなた。我々の要求を飲まないと、この山陽中に奥さんの血を吸わせてみようと思いますがね。バカな。山陽中が血を吸うなんてありえない。そう、それが今までの科学の常識です。だが我々の科学はその壁を破っているんです。嘘だ。ではテストの第一号になっていただきましょうか。なんてこと。おい志村、甘えるのもいい加減にしろ。どうなんだ、はっきりしろ。何をする。よし、テスト開始しろ。ショッカーは血を吸うと大きくなる怪人を作り、これを使って人間を狂わせ世界を征服しようと企てた。そしてまず手始めに仮面ライダーと FBI の犬滝和也を襲う計画を立てた。成功だ。ねえ、たくにちゃん、昨日本で読んだんだけどさ、古代の生物の化石を生き返らせる研究をしてる先生がいるんだってね。古代の生物を？夢みたいな話だな。そうかな、夢かな。お寺は夢がなさすぎるよ。せいぜい考えたって15年払いのマイホーム建てるぐらいだからね。生意気言うな。ああ、もう大人は汚いな。もう本当に子供見習いなさい。結構柔軟。なんだ、気持ちの悪い虫だ。なんだ。次はレーシングクラブだ。30まで結婚できないのか。ゾロ大佐、FBI の犬タキを襲撃する計画は失敗しました。今から第二の計画を実行します。いいわ、この分だと今週はデートの申し込みがあるわ。スエ、吸い付くんだ、ザンブロンズ。
者め。待て、マリさん、しっかりしろ、マリさん、マリさん。いつまでも強情を張り通しても無駄ですよ。もし我々の計画に賛成していただければ、奥さんを元の体に返して差し上げても結構なんですが、さもないと。まさか息子の渡るを。案外この鱗が解決のめどを教えてくれるかもしれないぜ。それもそうだな。滝、マリさんの看病をお前に頼む。俺は大学の研究室へ行ってこの鱗を調べてくる。なれるとは知らんだろう。ああ、こいつはひどい。ニンニクの匂いで頭がおかしくなっちまうぜ。でも吸血鬼には。それもそうだが、マリをこんな体にしたショッカーのやつめ。同感だ。看病していてつくづくそう感じていたところだ。ところで、大学の結果は？昔、地球上にいた生物ではないかというんだが。え、それで昨日なんだ。なんだいそれは。確か志村博士という人が昔の生物を生き返らせる研究をしている。志村博士が。よく決心してくれたな、志村博士。約束は守るだろうな。渡るには手をつけない。約束は約束だ。を通せ。感づかれてはまずい。だが俺がここにいるのを忘れるな。今さらグズグズ言っても始まらない。お仕事ではないかと思いましたが、ぜひ山陽地を見せていただきたいと思いまして。ああ、一足違いでしたよ。あれはここにはありません。ない。ええ、実は城北大学の研究室がぜひ返してくれと言って持ってきました。それは残念です。まあ、どうぞ。はあ、お顔の色が悪いようですが、どうかなさいましたか。いや、別に。おかしい。この部屋にはもう一人何者かがいる。あなたは誰かに狙われているのではありませんか。
しこのカーテンの陰にショッカーの怪人がいたら、この一家を恐ろしい目に遭わせることになる。ママは？ママは今ちょっといないよ。そう。わたる、お客様にご挨拶しなさい。はじめまして。滝、やっぱり志村博士の採用中が怪しいぞ。え？城北大学の研究室では借りてないというんだ。なんだって？じゃあ博士が奪われた上に脅迫されていて言えないってことか。うん、行くぞ。こうしちゃいられねえ。会長に連絡してくれ。約束は違うじゃないか。情勢の変化だ。ぐずぐず言わずに早く作れ。志村博士、あなたの仕事はもうこれで終わったわけですな。何を？ではザンブロンズの吸血能力を体験していただこうか。待ちたまえ。私だってバカではない。そう来ると思っていたよ。何か？この採用中の生命力を短くしておいた。つまりすぐまた私が必要になるようにな。なんだと？自分と家族の命は守らねばならん。この野郎。まあ後の相談は妻の体を元通りにしてからにしよう。くそ。何をしている。仮面ライダーが来ないうちに次の作戦に移るのだ。誰もいないのか。子供の姿も見えないな。待て。逃げ足の速い奴らだ。よし、うちの中入ってみよう。これだ。ショッカーのアジトへの道は。行くぞ。待て、事件爆弾だ。どこだ？ん？滝、早く。お。さ、博士、早く脱出するんだ。早く。クソ、俺たちが行くことも計画のうちだったんだ。そうに違いない。博士、あいつらはどこに？羽田です。私が蘇らした採用地を持ってショッカーの奴め世界中にばらまくつもりだな。全く悪魔の仕業だ。滝、後を頼んだぜ。よし。変身。そう。待て。お、仮面ライダー。そのカバンをこっちへ渡すんだ。命を吸わせてザンブロンズを戦わすんだ。はい。下手な。
怠け者に気をつけろ。何か仕組んだ。よし、最後の手段だ。ライダーキック。ザムロンゾ、全く手強いやつだったな。もう俺も最後だ。元の化石に戻ってしまう。お、志村博士が作った解毒剤が効いてきたようだ。ここはどこ？マリ、しっかりするんだ。しっかりしろ。じゃあ、乾杯。乾杯。乾杯。しかし、この席に一文字君がいてくれたらね。あの男は変わってましてね。こういう腫れがましい席は苦手らしいんですよ。と、はにかみ屋なんですよ、やつは。ねえ、パパ、一文字さんの健康を祈ってもう一度乾杯したらどうかしら。うん、それは名案だ。じゃあもう一度乾杯。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 吸血怪人の魔の手からみんなを救った一文字隼人の行く手に次に現れるものは何か。負けるな、仮面ライダー。我らの仮面ライダーを狙うショッカー本部の送った次なる使者はアリクイマジン、アリガバリ。アリガバリは恐るべき細菌アマゾンの呪いを使って日本征服を計画。この陰謀を察知した一文字隼人はショッカーアジトへ。次週仮面ライダー死闘アリクイマジン、アリガバリにご期待ください。嵐とともにやってきた。誰だ誰だ、悪を蹴散らす嵐の男。仮面ライダー正義のマスク。待て、復活せ、電流復活せ、リード展開サイクロン。怒りを込めてぶち当たれ、ショッカーどもぶちのめせ。ライダーライダー